こんにちは、最新シャフトの塊、長留川渡り比べたたけちゃんです。本日はですね、2024年の9月に発売されたこの新シャフト3本比較しようと思います。もうね、どのメーカーも飛ぶ飛ぶと言ってね、ほんまかそうかわからないことを言ってますけど、一番うさんくさいは僕です。まずは振動数を測ってみよう。はい、今回はですね、2024年の9月の発売した新シャフトの3本ですね、この比較をしようと思うんですけど、まあ今回の3本っていうのはツアー AD GC ですね、 GC と、ディアマナ BB、 それと、スピーダー NX バイオレット、この3本の比較ですね。すべて今回はちょっと 50g の S シャフトで比較しようと思います。じゃあ早速なんですけど、まず、ツアー AD の GC ですね、ツアー AD GC の 5S の振動を測ってみようと思います。ゆみちゃんおらんのでやりにくいんですよね、最近ね。はい、261です。はい、続きましてディアマナ BB の 53S の振動下がっています。261ですね。はい、最後はスピーダー NX バイオレットの 50S の振動下がっています。253ですね。続いて打ってみよう。はい、それではツアー AD GC の 5S から打ってみようと思います。はい、続きましてディアマナ BB の 53S 打ってみようと思います。はい、最後はスピーダー NX バイオレットの 50S 打ってみようと思います。データを見てみよう。はい、改めましてですね、今回はね、今年9月に発売された新シャフト3本の比較ですね。3本自体は、まず9月6日に発売されたグラファイトデザインのこのツアー AD GC ですね、同日発売の三菱ケミカルさんのディアマナ BB で、ちょっと後に9月12日に発売されたスピーダー NX バイオレットの3本です。4大シャフトメーカーってやる、UST マミヤさんは9月はですね、ドライバーシャフトの発売を見送っているので、今回はこの3本を比較することにしますね。で、過去動画でそれぞれの、特徴は説明しているんですけども、まあ、新発売のシャフトの比較することで、まあ、改めて違いが分かると思いますので、ぜひ、まあ、新シャフトに興味ある方っていうのはぜひ見てほしいですね。はい、で、今回一応先ほどもちょっと言ったように全て 50g 台の S シャフトで、やってるんですけど、まず振動数の違いが結構面白いですね。ツアー AD GC と、ディアマナ BB っていうのはともに 261cpm で、スピーダー NX バイオレットが 253cpm と、ここはちょっと分かれてますね。今作に関してはスピーダー NX バイオレットが一番振動数の数値は小さいんですけども、まあ、実際これまでの一般的な 5S の振動数っていうのは 255cpm 前後やったんで、むしろこのツアー AD GC と BB がディアマナの BB がちょっとまあ硬くなってるっていう方が正解かなとは思います。まあ、実際それではここからね、個々のシャフトのおさらいになるんですけども、まずこのツアー AD GC っていうのは新時代のニュートラルシャフトとしてグラファイトデザインのマップ表のほぼ真ん中に位置するシャフトとなってます。調子はまさに中で、意図的に手元と先端の剛性差をなくしていることから、まあ、癖のないシャフトに仕上がってますね。で、同時に先端部分の剛性を上げて、近年の大型ヘッドですね、大型兼、まあ、交換性モメントヘッドに装着しても当たり負けをしない設計に仕上げてます。
グラファイトデザインさん自体は 4,5 世代前から、まあ、5S の振動数を 260cpm 付近に持ち上げているので、まあ、今作もその流れに、まあ、受け継いだ感じかなと思う、まあ、グラファイトデザインさん結構早い段階から 5S の振動数260ぐらいまで持ち上げてますので、まあ、他のメーカーに比べたら早い段階でちょっと固めのシャフトに移行しているイメージかなとは思いますね、はい、次にこのディアワナ BB ですけど、こちらもシリーズでは最も癖がないスタンダードな青系モデルですね。青系モデル、まあ調子こそ一応中元ですけども、実質は中調子と言っていいぐらい、まあ癖の少ないシャフトですね。まあ、こちらも近年のヘッドに対応するために先端部のねじれを最適化させてます。過去の青系の振りやすさをそのままに、まあ、現代のヘッドに合うようにアップデートしたっていうイメージですね。天性シリーズは別なんですけど、ディアマナに関してはずっと 5S の振動数は250台後半ぐらいでシフトさせたので、まあ、正直今作の 261cpm っていうのは過去モデルに比べると少しだけ硬くなった印象かなと思います。ただそれでもこの振動数ほどの硬さを感じさせない振り心地っていうのは、まあ、やっぱりこのシャフトの出来の良さ、まあ、青系シャフトの出来の良さっていうのを物語っているかなと僕は思ってますね、はい、で最後にスピーダー NX バイオレットなんですけど、こちらも中調子と、まあ、実際今年はどのメーカーさんも調子だけ見るとあんまり差がない表記となってます、まあ、もちろんディアマナに関しては中元って言うんですけど、今度青系はほぼ中なので、正直3社ともほぼ中系のシャフトで、まあ、表記自体の差は少ないなっていうのが本音ですね。ただこのバイオレットはとにかくヘッドスピードが上がるという設計ですね。でこれまでのカーボンシートの巻き方を変えることで、それをまあ実際リアルにヘッドスピードが上がるっていうのを実現してます。過去の NX シリーズで言えば初代のブルーに振り心地が非常に近くて、癖がなく飛ぶシャフトを実現するというスピーダーの、まあ、原点に戻ったシャフトと言われます。藤倉さんの場合は振動数の数値は過去モデルからほぼ変えてません、ただトルクを絞ることで振動数以上に硬くは感じます。だからまあどっちかというと振動数っていう概念に藤倉さんはトルクっていう概念を入れてるので、あまり振動数だけちょっと話するのはちょっと失礼かなとは思うんですけども、まあNX シリーズになってからの藤倉さんは振動数だけじゃなくてトルクっていうところの概念にも重点を置いてますから、まあちょっとここは振動数だけでは話できないところですかね。まあ実際ここから私が打った弾道っていうのをちょっと見ていくんですけど、まあたまたまってたまたまですけど、やっぱどのメーカーさんも中調子、まあ要はほとんど癖がないシャフトだけあって、そんなに大差ない打ち方になってます。でまずツアー AD GC ですね。 GC は、ヘッドスピード 43.4、で、距離は244とまあまあ飛んでます。ただこれはもうスピン量が3500と、まあ、私の得意な3000中盤、もう調子いい時いつも言っても4000までいくんですけど、まあ、今回はちょっと3000中盤と抑えてやったなぐらいの感じなんですけど、200それでも244と、これ GC のシャフトの説明の時にも話したんですけど、正直僕しなりわか未だにまだわからないです。わからないですけど結果が出るシャフトとしては、だからもう本当にヘッドの特性をそのまま生かすシャフトっていうイメージなので、で癖がないので比較的まっすぐ飛ぶ、で振動数で言ったら僕のドンピシャラインなんで、かなりまあよくわからんけどもう飛ぶシャフトっていう意味ではかなり打ちやすいなと思いますね。で次一番飛距離が出たのはディアマナ BB ですね。まあこの中では唯一手元が少し緩いシャフト、三菱さん基本的に手元が緩いシャフトを作るので、僕としては個人的には一番振りやすいシャフトです。だからまあスピン量も珍しく2000台2700で距離も250と乗ってます。ただまあこれはスピン量が減ったから距離が出てるだけで、僕はこの3本の中で一番振りやすかったっていうだけでたまたまスピンが減ったという感じですね。本来やったら中元なんでこのシャフトはそんなに左来るシャフトではないんですけど、僕はタイミングが取りやすかったっていうのもあって、むしろ唯一ディアマナ BB がドローしてるっていうのもあって距離は伸びてます。まあ250、まあまあそれもこれはもうスピン量の差やと思ってください。そういう最後のスピーダー NX バイオレット、これはもう本当面白いですね。もうそのヘッドスピードが上がるっていうのをそのまま歌い文句通り、これ別に僕頑張って振ったわけでもないんですけど、しかも3本目なんで一番疲れてるんですけど、もう 44.2 度、まあ他の2つよりも1近くヘッドスピードが上がってます。ただ残念なことに逆に僕一番スピン量が増えてるもこの NX バイオレットなんで、距離は241と一番飛ばんかったですけど、さっきから言うようにこのもう距離の差はほぼ僕のスピン量の差やと思ってください。たまたま一番BB が振りやすかっただけで、全体的にもうその特性は捉えてると思います。本当に調子の
もう中調子の素直な振り心地で、まあ、中元の、まあ、僕はちょっと振りやすかったで、 NX バイオレットっていうのはもうヘッドスピードが上がる、それぞれの特徴が出ているので結構面白いなとは思います。だから距離の差っていうのはもう僕の打ち方の問題で、どこへもまあ本当に飛んで曲がらないっていう次元を実現しているシャフトじゃないかなと思います。あとはだからその結局もう振り心地の世界になってくるような差なんで結構難しいです。だから去年とかは各社がいろいろ分かれてて分かりやすいなって思ってたんですけど、今年は逆に3社がほぼ近いところで出してるので、もうこれは振ってみないと分からないっていうところにもなるかなと思うので、逆にフィッターとしては難しい年やなと思いますね。はい。でまあ実際、まあ僕のね、僕のこの個人的な打ち方はともかく、まあ今年はさっきから言うようにとにかく3本どれも素直で癖が少ないシャフトが多いです。どのシャフトもこれ見てもらったら極端に、まあ僕のね、そんな僕はむちゃくちゃどうこうってわけじゃないですけど、そんな極端に曲がるわけでもなく、かといってまあスピン量の差で飛距離は僕はロスしてますけど、一般的に普通に言えば飛距離もロスする感じもないので、本当になんていうか似てる分難しいなっていうのがフィッターの正直な感想になりますね。で、まあ、ツアー AD GC っていうのはヘッドの性能をそのままボールに伝えることができる、まあ、円の下の力持ち的なシャフトに感じますし、まあ、スピードは NX バイオレットはその歌い文句通りヘッドスピードが上がる。で、まあ、ディアマナ BB は少しそこに手元の緩さが入るので、まあ、振動数以上にまったりとした振り心地になりますよってことなんで、まあ、極端に3社が極端に尖った特性があるわけではないんですけども、かといって全く同じものでもないので、本当にまあ難しいし面白いな、だからこういうのをお客さんに合わせていくのが僕はちょっとワクワクするなっていうのが本音ですね。はい。まあ正直まだまだね、発売されたばかりでどのシャフトもデータが乏しい段階ではあるんですけど、まあこれからね、多くのお客様に売ってもらうことでよりシャフトの特性が分かってくるとは思います。まあ今回正直話した内容っていうのはあくまでも現段階におけるもう僕の情報だし僕の評価ですね。だからこれから正直また違った部分が見えてくる可能性はもうゼロではありません。だまあそういう意味ではたくさんの方に売ってもらって私自身もやっぱ勉強していきたいと思うんで、まあぜひねこういう新しいシャフト、本当にいいシャフトが出てきているので新しいシャフトに興味ある人っていうのはまあ今後もねフィッティング予約取ってもらいたいなと思います。まあ結構ね今季節もいいのでフィッティング予約も増えてきてるんですけど、まあぜひこういうシャフト、もしはもちろんね新しいモデルじゃなくて過去モデルもありますので、ぜひ受けに来てバイバイチャンネル登録高評価で、たけちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。